皆さん、こんにちは。いつも学校やお仕事などお疲れ様です。前回、古墳時代の生活にまつわること、古墳時代の住居や土器についてお話ししましたが、今回は古墳時代の風習や信仰についてお話ししていきます。ぜひ最後までご覧ください。また、このチャンネルでは日本史に関する様々な動画を投稿していきますので、興味のある方はチャンネル登録をお願いします。その他の動画に関しては概要欄にリンクを貼っていますので、そちらをご確認ください。まずは古墳時代に行われていたお祭りについてお話しします。お祭りは前の時代からも行われていましたが、古墳時代ではどのようなお祭りが行われていたのでしょうか。古墳時代では主に春と秋にお祭りが行われていました。春に行われたお祭りは年越いの祭り。年越いの祭りとは、その年の農作物が豊作となるようにお祈りしたお祭りのことです。そして農作物の収穫が始まる秋になると、今度は農作物が無事に収穫できたことへの感謝と、次の年の農作物が豊作となるようにお祈りをします。この秋に行われるお祭りのことを新嘗の祭りと呼びます。このように古墳時代では農作物にお祈りするお祭りが年に2回行われていました。ちなみに新嘗の祭りは現在でも行われており、毎年の11月23日に伊勢神宮をはじめとした様々な場所で行われています。伊勢神宮といえば、一般的に伊勢神宮の外宮と呼ばれる豊受大神宮が古墳時代に創建されたと言われています。ここからは古墳時代にはすでに信仰されていた神社をいくつか紹介していきます。こちらは島根県出雲市にある出雲大社。日本神話に登場する大国主の神を祀る出雲大社は、古代より木付きの大社として親しまれており、明治時代に出雲大社に改称されました。続いては奈良県桜井市にある大神神社。大物主の神を祀る大神神社の御神体は、庭山という山そのもの。三輪山は大神神社のすぐそばにある山のことで、神の宿る山としてその形や自然が美しいと伝えられてきました。続いては福岡県宗像市にある宗像大社興津宮。田子姫の神を祀る宗像大社興津宮の御神体は、なんと神社のある沖ノ島そのもの。沖ノ島は2017年7月9日に世界遺産として登録されており、現在でも一般の方の上陸が禁止されているほど神聖な島として知られています。続いては和歌山県新宮市にある神倉神社。風化によってヒキガエルのような姿となった巨大な岩は、神倉神社の御神体として鎮座しています。この岩は、ごとびき岩と呼ばれています。このように、古墳時代の人々は、様々な神様や自然を信仰していました。これは、縄文時代に広まったアニミズムを彷彿とさせますよね。ここまでは、古墳時代の信仰についてお話ししてきました。最後に、古墳時代の風習についてお話しします。太間にの法。太間にの法とは、未来を占うために行われた占いのことです。当時、神聖なものと崇められていた鹿の骨、鹿の肩甲骨を焼き、その亀裂の入り方で吉凶を占いました。禊。禊とは、水に入って汚れを除き、体を清める行為のことです。川や海をはじめ、滝に入ることで体を清めることができます。現在でもお祭りの一環として
みそぎが行われることがあります。祓え。祓えとは、神様にお祈りすることで、汚れを清め、罪悪を取り除く行為のことです。みそぎと同じように、現在でも神社などでお祓いをお願いすることができます。また、みそぎと祓えは漢字が似ているので、読み間違いや書き間違いがないように注意しましょう。くかたち。くかたちとは、熱湯に手を入れて真偽を判断した占いのことです。罪のない者の手には何も起こりませんが、罪のある者の手はただれると言い伝えられてきました。以上の4つが古墳時代で主に行われていた風習です。どれがどの行為を指すのか、一つずつ知っていきましょう。さて、今回は古墳時代の生活にまつわること、古墳時代の信仰や風習についてお話ししてきました。最後までご覧いただきありがとうございます。動画が参考になったよという方は、高評価やコメントをしていただけると励みになります。今後も日本史に関する動画を投稿していきますのでお楽しみに。それではまた次回の動画でお会いしましょう。